はい、どうも、たかねゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで、今回はこちら、ブラスペースやっていきたいと思います。ということで、今回は、こちらですね。コーラン達人ね。まあ一応上級全部終わらせて、報酬もね、累計報酬、確か、最後のやつ以外、全部取りました。まあ、30% はね、ゲットしたので、まあ、とりあえず今回 10%、30% いこうかなと思います。はい、ということで、いきましょう。いやー、ちょっと、久しぶりに 10%、30% いくような気がするんだけども、いやでも前回確か 10% も 30% も両方出なかったような気がするので、まあちょっとね 30% はちょっと期待したい。まあでもね、まあ、最近はね結構 S ランクよりね A ランクの方が欲しいので、まあどっちでもいいかなっていう感じですかね。まあ S ランクだったらまあ嬉しいけど、まあ A ランクでも全然 OK じゃ OK。 いきなり 10% もありましたね。さあ誰、おー、イノーまたか。まあまあまあ一応取っておきましょう。はい、ということで 30% も今回来るんじゃないかな。調子いいぞ。 10% で久しぶりに来ましたね。はい、さあ 30% 来るのか。おっと 30% の方が来なかった。まあいいでしょう。キラス、あーちょっと限界突破できないですね。はい、という感じで、まあ一応ね 10% で、S ランク出ましたね。で、次回の方の動画でね、ゴールチケ6枚と、なんだっけ、バリュースカートが5連ね引こうかなと思ってますんでね、まあそちらもぜひぜひ見てくださると嬉しいです。で、今回、異能出たけどどうしようかな。まあ一応ね、中継ぎで前回使えるからっていうのでね、少しは育てたんだけど、結局ミキサー回しちゃったんですよね。あれなんだよね。結局スタミナ型だから、この9位型が欲しいんですよ、今。中継ぎができる。だから、9位型じゃないっていうところで、ちょっとね、結局ミキサー行っちゃうかなっていう感じなんですよね。まあ、とりあえず2017年シーズンになってからミキサー回そうかなと一応現状思ってるので、まあまだ回さないですけど、まあ一応ね取っておこうかなと思います。まああと山田哲人とかね、もうすぐやっと極みまで行くんで、ね、あとレベルちょっとあと、1か、1ちょっと上げればね極みになるんでねっていう感じですかね。はい、という感じでね、今回は、コーナー達人を終わらせたのでね、 10%、30% 引いてました。久しぶりに 10% から引いたような気がしますね。また月曜日からね、まあ、ランキングイベントがベスト9と来るんじゃないかなと、まあ、予想してるので、まあ、来たらね、今回のランキングイベントはちょっと走んないかなっていう感じなんですけども、とりあえず累計はゲットしようかなと思ってます。まあ、まだ来るか分かんないけどね、まあ、来たらの話なんですけど、まあ、一応30連はベスト9来るならば引いて、でランキングはちょっとまあ今回いいかなっていう来たとしたら、累計だけで終わらせようかなと思ってます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。